これよりは、長江スズメ目北区からアービボラ族に分類される、鳥類。インド北東部、インドネシア、カザフスタン、カンボジア、シンガポール、太王国、大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本、ネパール、 フィリピン、ブルネー、ベトナム、マレーシア、ミャンマー南部、ラオス、ロシア南東部。夏季に、中華人民共和国北東部、日本、ロシア南東部、朝鮮半島で繁殖し、冬季になると、中華人民共和国南部や、東南アジアへ南下し越冬する。日本では繁殖のため北海道、本州中部以北に飛来する夏鳥。全長14センチメートル。オスの成長は、 上面は暗青色、下面が白い羽毛で覆われる。種照名視野には、暗青色のノイ。体側面は青みがかる。目先から、胸部体側面にかけて黒い筋模様が入る。メスは、上面と胸部が緑褐色、腹部が白い羽毛で覆われる。多くの個体は、肩羽バネや腰、オハが青みがかる。2020年の時点で、IOC ワールドバードリストなどでは、 赤ひげコマドリシマゴマなどとラービボラ属を構成する、説を採用している。以下の亜種の分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。低山地からアコウにかけての笹などの下草が、生い茂った、落葉紅葉樹林や根光林に生息する。群れは形成せず単独で生活する。植生は動物食で、主に昆虫を食べる。主に地表で獲物を捕食する。 繁殖形態は卵生。繁殖期に縄張りを形成する。倒木の下などに枯葉や根などでお安定の巣を作り、5月から7月に1回に4から6個の卵を産む。メスのみが放卵する。11に拓卵の対象とされることがある。ありがとうございます。